リッサン質問大会2020やーい。さあ、YouTube 超鉄板企画質問コーナー本日やってまいりますが、何リッサンに全く興味がないってまあまあ待ってください。ただただ答えるだけではありませんから、ちゃんとドラマーとして楽しい質問回答コーナーにしてまいります。どういうこと？先日ですね、僕のチャンネルの投稿の方にリッサに何でも聞いてくださいという投稿で、皆さんからの質問をコメントで募集させていただきました。そしたらね、こんなに来たんですよ。その数ね、200件以上で、僕これ全部答えました、一個一個。そのね、投稿のリンクを概要欄に貼っておきますので見てみてください。でですね、それでコメントで僕が打ち込んで返したものもあれば、動画にして回答しますねっていう質問の回答もあったんですよね。だから今日はそれを回答していくんですが、ただね、それこそ答えるだけじゃつまんないと思うので、じゃあどう答えるのかって、いや、それはもうだけど、それはもうビスさんドラマーですから答えていくでしょう、ビートに乗せて。はぁ、っていうのもね、前に匿名 M っていう曲で初見でドラム叩いてみた動画を撮ったんですけど、で僕これ叩いた時に、あ、曲に乗せて答えるのってなんか面白いなって思ったんですよね。だから僕もこれを真似をしてビートに乗せながら皆さんからの質問を読み上げ、そして回答すると、そういう風な形式にチャレンジしてみたいと思います。どうなるでしょうね。まあ単純にね、僕のことも知ってほしいし、皆さんが気になってることにも回答できたらいいなと思いますので、そんな感じで今日は一緒に楽しんでいきましょう。まあ随時僕はね、動画のコメント欄全部目を通してるんで、引き続きコメントは皆さんどんどんお寄せくださいね。ので早速どんどんお答えしていきたいんですけど、質問の内容である2つの話題はめちゃくちゃ同じ質問が多かったんですよ。それに関してはちょっとビートに乗せては答えきれないんで、それはビートに答えるコーナーとは分けて最後にじっくりと口頭でお答えしたいと思います。多分みんなが一番気になっていることの2つなのかな。そこかいって感じだけどね、僕からしたら。それも含めて動画最後まで一緒に楽しんでいきましょう。それではアレックスがドイー。そういうわけで皆さんから寄せられたたくさんの質問をこのドラムのビートに合わせて答えていきたいと思います。それではレッツラビース。はい、じゃあこのビートに乗せてみんなから寄せられた質問に答えていこうと思いますよ。答えられるかな。ビースさんを丸裸にしちまってくれ。いくぞ。和食派、洋食派、中華派。和食派。恋をしたことがありますか。ビートの数は恋の数、ビースさんです。はい、名前の由来を教えてください。まずバケットバンケットという名前が思いつき、B が3つ並んだらいろいろデザインとかしやすいと思ったんでビスってつけました。どう？スティックがトッポになるとどうなりますか？スティックがトッポ？スイーツはアイス。さあこの調子でどんどん行ってみるか。次はゲーム配信とかはされないんですか？実は前にしてて最近更新してないけど登録しといて。自身のバケツを叩いたらどんな音が鳴りますか？いいよ。スイーツはビスさんは父母どちらのバケツに似てますか？父。シンバル口に加えて叩くとどうなるの？3、2、1。てかまず重いんだよね。あはー、折れる。いって。響く。あなたが好きです。僕も好きだよ。ところでビスターはトイレ行かないって本当ですか？なるほどね。確かにビスさんはバケツ界のアイドルだから排泄行為などしない。どうしても我慢できなくなったら、ここビス
たちの弱点が知りたい。わき、アウトドア派ですか、それともインドア派ですか。ゴリゴリのインドア派、インドア派、インドア派です。一人暮らしの極意ってありますかね。僕も知りたいです。小6でトロンボーンとドラムを掛け持ちしているものです。ドラム初心者からの質問なんですが、思い出せりすぎて自分だけテンポが暴走してるんですが、どうしたらいいでしょうか。最初テンポキープできてるのに一気に合わせようとするほどずれていくんです。特に3連符、うん、そんであとロリとメンヘラだったらどっちが好きですか。なんだそれは。強いて言うならメンヘラ、メンヘラ。自分のイメージカラーを一色選ぶとしたら何色ですか。それはね、銀。バケツだからそりゃシルバーでしょうね。ドラム以外にできる楽器はありますか。いいでしょう。シーツは、はい。時はどうしたらいい。やめちゃったー。オッケー。最近の趣味は何ですか。カラクリサーカス。最近美味しかったものは里山チョコジロー。 BPM いくつまでいけますか。あー、なるほどね。3、2、1、ドン。いや多分ね225ぐらいまでが限界じゃないかな。行ってみよう。はい。無人島に一つ何か持っていくとしたら何ですか。スマブラ。ドラムじゃないとかないですよね。ハメかな。まったく。ドラムだよもちろん。ドラムの中から一つ持っていくとしたら何ですか。あ、なるほどね。タム。なんか仲間できそう。ビッグママって達成したい目標を教えてください。もちろん。武道館。はい。YouTube をやってて。よかったと思うことは急に声が。そうな、やっぱりこうやっていろんな仲間と出会えることだったり、あとすごくね自信がつきました。自分の作ってるもの、自分が楽しいと思ってみんなに届けたいと思ってることを共感してもらえることで、なんか自分という存在をすごい認めてもらえたような気分になるんですよね。だからすごくこの登録者数の一人一人にめちゃくちゃマジで感謝します。僕に自信をくれてありがとう。これからも楽しい、そして愛を、エネルギーを届けていきたいと思いますから、これからもよろしくで、ドラム関係なくなっちゃったー。スイあー丸裸ーになったかなって感じでした。はい、はい、よーよー、疲れた。どうだったかな、新しい試み。さあ、いくつか質問に答えました。過去2024バージョンということでね。で、そしてですね、細かいのはね、今ビートで答えた通りなんだけど、その3つっていうのが、さらに別に今ここで改めてお答えします。すごい同じ質問多くて、答えきれなかったんでね、ここは座って、普通にトークでお返しします。まず1つ目はね、多かったのはバケツの中身、バケツの仕組みですね。これ一番聞かれる。これ見せちゃう？いや、どうだろう？やめた方がいいかな。これやっぱね、見せたいのは山々だし、もうこうやって中身こうなってるよって見せてもいいんだけど、ちょっとね、なんかね、全裸見せちゃう感じ？マジで。例えだけどさ。そう、それ見せちゃったらつまんなくないっていうのはあるんで、特にさらに多いのが、ビスタ見えてんの？視界ちゃんと見えてんのって質問すごくもらうこといつも多いんで、ビスタの視界を見せてあげたいと思います。こんな感じ。こういう感じでやってるんですよね。だからぶっちゃけドラム叩いた手元の下の方とかね、見えてないんですよね。まあでもこれも慣れですかね。あと文字とかはマジ読めん。だから正直番組、テレビとかラジオとかの番組収録の時に台本とかマジで読めなくて、すげえ困ること多いです。うん、困る時はでもそんぐらいかな。でもバケツ歴ももう4年ぐらいになるんで、まあ慣れですね。ドラムのプレイにも支障はほぼないです。
はい、そして、3つのうち2つ目の話題が、ドラムの技術に関する質問。これすごく多かった。これどうやって叩くのとか、基礎練何やってますかとか、すごい多かったんですね。で、これも、いろいろ動画で答えますって言ったんですけど、これはね、全部答えてると、多分それだけで動画いっぱい作れちゃうんで、なので、そういった質問はまた別の機会にさせてください。ビスさんがドラムの技術に関して、皆さんからの質問にお答えして、僕はこういう練習してるよとか、こういう風なコツ考えてるよとか、そういう部分は改めて、そういうレクチャーをする動画を作らせてください。そしてね、三つ目に多かったのがね、筋肉の話題だよね。これは動画撮っててもなんかガタイよくねこのバケツみたいなコメント多いし、で実際会った人にも思ってたよりガタイいいんすねって言われることすごい多いです。でこういう風にね、鍛え、どういう風なトレーニングしてますかとか、鍛えてるんですかって言われること多いんですけど、定期的に僕意識高いモードを訪れる時があって、そういう時はね、ジムに入会してトレーニングしたり走ったりっていうのをする時期はあるんだけど、ビートでも答えた通り僕お菓子スイーツ大好きなんですよ。毎日マジで編集しながら、もう何袋もお菓子食べちゃうようなスイーツ好きなんで、まあ、その自分に勝てないこと多いし、ジムも幽霊会員みたいになっちゃうみたいなことすげえ多いんですよね。だからなんか、めっちゃ意識してストイックに鍛えてるってタイプでは正直ないです。まあ、もともと体質的につきやすい方なのかなとは思ってます。だし、ドラムにもね、筋肉は大事だと思います。何が大事かっていうと、まあ、筋肉が多いと、つまり、まあ、体の重さがあるじゃないですか。で、重さってマジ大事なんですよ。すごい音を鳴らしやすいです。重さをね、ウェイトを力抜いて下ろすだけで、その重さ分がこう、ダメにね、向かうっていう理屈だと思ってるんで、僕の出音にもちゃんと影響してるんじゃないかなって思ってます。まあ、あとなんでじゃあ筋肉つきやすい体質になったのかなって思うと、なぜか僕ね、小学生の頃からめちゃくちゃ腹筋してたんですよ。アニメとか漫画大好きだから、主人公に憧れたのかな。強くなりたいっていう感じもあったんで、すげえ鍛えてました。あと、高校生の時も、マジで友達がいなくて、夏休み一人でジム通ってたんですよ、暇すぎて。そういう若かりし頃に鍛えた影響があって、今もつきやすい体質かもしれない。これは結果的に、良かったね。うん。そんな感じ。うんっす。はい。というわけで、超久々にお届けしました、ビスさんの質問大会。以前のね、質問大会も2、3年前だったかな。こっちに、その古い方の質問大会あるんで、でそっちはまた違った趣で回答してると思うんで、ぜひご覧ください。ビスさんね、前々から動画更新もっと頑張っていくぞっていう宣言をしてたと思うんですけど、なかなか更新できてないよね。なんかやるやる詐欺になっちゃってて申し訳ない。なんですが、今ちょっとバンドの方がツアー中になってましてね、どうしてももはや家にいる時間の方が、東京にいる時間の方がもはや少ないぐらい、ちょっとツアーで飛び回ってまして、なのでもちろんそのバンドの方のツアーにも来てほしいんだけど、もう本当にもうこれ改めて伝えておきたい。本当に今年一番頑張りたい、YouTube。もうチャンネル開設して以来一番頑張りたいぐらいに思ってて、いろいろ準備をしているので、ぜひお楽しみお待ちください。今日はね、最近は初見で叩いてみた動画が多かったので、そろそろ違った趣旨の動画も上げたいなと思って今日は質問大会、動画にさせてもらいました。楽しんでもらえてたら嬉しいです。そんな感じで、またお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。